ケリー・オケレケは、イギリスのミュージシャン、シンガーソングライターである。イングランド・リバプール出身。同国のロックバンド、ブロックパーティーのフロントマンであり、現在は、ケル名義で、ソロミュージシャンとしても活動している。イグボ・ナイジェリアイミン系の家庭に生まれる。父親は、分子生物学者。母親は、助産師で、姉と共に、転居先のロンドンで成長した。 1998年のある日、ケリーの通う高校に、後にブロックパーティーのギタリストとなるラッセル・リサックが、転校生としてやってくる。二人はすぐに友人になったが、この頃は単なる学友としての付き合いであったという。一年後、ロンドン大学のキングスカレッジロンドンに進学した、ケリーは、観客として訪れていた、レディングフェスティバルの会場にてラッセルと偶然再会し、音楽的にも、 息統合した二人はバンド結成を決意する。2003年までにゴードン・モークス、マット・トンを加え、4人編成のバンド、ブロックパーティーとして活動を開始する。なお、デビューアルバム、サイレント・アラームの発売まで、ケリーは両親にバンド活動のことを秘密にしていたようで、アルバムが大ヒットし、バンドが有名な存在となった以後も、 卒業まで大学で英文学の勉強を続けていた。2005年、ケミカルブラザーズのプッシュザボタンで3曲目、ビリーブでゲストの一人としてボーカル参加していた。2010年6月にはハドソンもホークをプロデューサーに迎えたファーストソロアルバムを発表。多くのロックソングライターがそうであるように、ケディも多分に皮肉屋でニヒリスト的な言動が多い。 英国の、いわゆる一流大学で文学を専攻していたことも、あり、語彙や表現力の幅が広い。暗用多用した遠曲な物言いをしたり、シニカルな冗談を差し挟んで会話の革新を煙に、巻いたかと思えば、直情的ながらも冷徹なコメントを発したりと、どこか、つかめない性格をしている。本音とジョークが交錯する彼のインタビューは、非常に基地に富んでおり、 本国ではインタビュアーを大いに手こずらせる。一方で、日本を含めた外国メディアに対しては、誠実な受け答えが顕著で、ケリー自身の英国プレスへの不信感も、そのシニカルトークの根底の一部にあると言われる。モリッシーと同様に、ケリーは自分を、両性愛者であるデビットボーイと比較した発言を、している。さらに、セカンドアルバムからのシングルにして、 半自助伝的なテーマを持ったアイスティルリメンバーの曲中では、もはや自らのセクシャリティに関して口を固く閉じたままで、ある必要を感じないことを明らかにしたと言われている。しかしながら、彼はセクシャリティについて議論するつもりも、その必要も感じていないようで、両性愛あるいは両性愛者についての直接的な意見やコメントは、してはいない。ヒップホップやビッグビートなども好み、 最近ではギターロックはある程度アイディアが出尽くした感があるとコメントしており、とりわけエレクトロニックミュージックへの系統を強めている。ブロックパーティーのセカンド移行急速に比重を増してきたダンス色の強い楽曲はケリーの主導によるところが大きい。最も日本で敬愛するニューウェーブバンドはポリシックスとのこと。ありがとうございます。